Z1007 は、関東社が開発した3機のエンジンを搭載した、イタリア空軍の爆撃機。愛称はカワセミを意味するアルシオーネ。試作機が1937年3月に初飛行し、1938年から生産が始まった。その年の10月に、イタリア軍によるギリシャ侵攻で初投入され、1940年9月のバトル・オブ・ブリテンでも使用された。 カント Z1007 は1935年から開発が開始された中型の陸上爆撃機である。設計事務者はフィリッポ・ザパタ・ギシ。原型機は1937年3月に初飛行し、最高速度時速 430km、航続距離 2800km の性能を示したため、すぐに量産が開始されることになった。しかし、 装備していたエンジンがややアンダーパワーであることが指摘され、エンジンをさらに強力なものに換装することになった。この型は Z1007 ビースと呼ばれ、かなりの性能向上が見られたため1939年から生産開始された。Z1007 ビースは本機の主力生産型になった。カント Z1007 は全木製の3発低翼単葉機で、 イタリア空軍の他の主力爆撃機 SM-79、BR-20 に比べるとなだらかなラインを持ったより近代的な機体であった。速度や航続距離は SM-79 を上回っており、武装や機体の信頼性は BR-20 より優れていた。ただし、全木製の構造ゆえに気候が極端な場所での運用には適しておらず。 アフリカ方面の戦線では満足に働くことができなかった。バリエーションとして装備欲と単備欲の方が存在するが、性能的に大きな変化はない。1940年9月から Z1007 ビスがベルギーに派遣され、バトルオブブリテンにも導入された。ただし、爆撃の主力は BR-20 で、本機は後方で、牽制行動を主に言った。 その後はギリシアをはじめとするバルカン戦線とシチリア、サルディニアを基地とする地中海方面を中心に活動した。戦線の拡大により一部はアフリカ北部やソ連方面でも使用された。1943年になってさらに強力なエンジンに換装した方が出現した。これが Z1007 テルで爆弾の搭載量が減少したが最高速度は 時速 500km に向上し、航続距離も 2250km に伸びた。総生産機数は561機で、内訳は、Z1007 が35機、Z1007 ビスが476機、Z1007 テルが50機である。ありがとうございます。